久保さん、朝早いっすね。すごいっすね。はい、あの今回ですねあのあの、昨日、もう昨日すかあのメッセージいただきまして、なんと、365日、毎日ブログ更新できましたみたいなで。スキルアップできたみたいなねあの。続けてよかったですみたいな,なんかメッセージいただいて。まあ、正直ね、 僕は、あんまり連絡来なかったんで、その方からね。まあ、K 君っていう子なんですけど、まあ、あんまり連絡来なかったんで、もう、もうさすがに離脱したかなと思ったんですけど、もう、しつこいな、みたいな。<laughs> しつこいな、みたいな。<laughs> やっとるやんけ、と。嬉しかったんですけど、どうすかね、365五ネットビジネスでね、お金稼ぎたいと思って、多分、まあ、久保さんもいろんな人見てると思うんで、あれですけど、 365日何かネットで稼ぐために毎日ですよ。毎日何かをやってきた人って、やれる人って、超少ないと思うんですよ。毎日ですよ。毎日、毎日、365回連続でできる人って多分あんま少ないと思いますね。まあ、結局、みんな自分に甘えるので、でもその甘えって必要でしょうか 自分が稼ぎたいと思うんで、稼ぎたいと思うのに、なぜ甘えるんでしょうかね。うん、甘え一切なし。<laughs> 甘え一切なし。だって稼ぎたいんでしょだったら稼ぐまで、毎日でも何万本でも何百万本でも、やればいいんじゃないですかね。だって稼ぎたいんだからうん。稼ぎたいんだったら続けるしかないじゃないですか。それ以外道はありますか 僕は道はないと思います。その会社で出世したいのに辞めてしまったら絶対出世できないですよ。どうやって出世するんですか辞めたんですよ。その会社を。その会社を辞めてどうやって出世するんですか無理じゃないですか。だって辞めてんだから。人事部もクソも減ったくれもないですよね <laughs>。あの人いないなって話で。どこに住んでるんだろう、今って話ですよね。うん。なんで、あの、つづ ま、これ、お笑い芸人さんの、あの、なんだ、ピコ太郎さんも言ってましたけどね、ピコ太郎さん。あのお笑い芸人は、あの、成功するために、あの、辞めるなと。まず。まず、これが大原則だと。だ結構ね、新人さんですよ、言うてね、もうお笑い芸人10年以上やってるみたいなね。<laughs> 10年以上やって新人でブレイクしてるみたいな。新人です、みたいな。でも10年やってます、みたいなね。めちゃめちゃよく言いません 結構な割合でいると思いますよ。うん。だから、やめてたら、そのブレイクも、あの、なかっただろうし。うん。だけど、多くの人っていうのは、あの、途中でやめるんですよね。でも、僕は、その、なんだろうな。うーん。多分、お笑い芸人の人ってめちゃめちゃ大変だと思うんですよ。大変ですよね。多分ステージ行ったりとか、ネタ作ったりとか、みんなの前で発表したりとか、いろいろあると思うんですけど、 なブログ書くとかどうすかね匿名希望で別に書けるわけじゃないですか。これって過去像が書けると思うんですよね。うん。本当その人の気持ち次第かなと思うんですよ。うん。ブログで稼ぎたい。そう思った人がどれだけブログ書かなくなったのか <laughs>。多分ね、何百万人いるでしょうね。ブログで稼げたらいいなと思ってね。ブログ始めてみたけど。 続か,続かない人。何百万人いると思います。これは間違いないですね、はい。データ見てないですけど、データ取ってないですけど、多分絶対いる。うん。多分絶対いる。<laughs> だつまりですよ。つまり、何百万人もしくは何千万人わかんないですよ。だけど、あの、1年続ける、2年続ける、3年続けたら、もうライバルいないですよ。ライバルいない。 だ僕はブログに関しては10年毎日更新するってもう立ててるんですね多分本当と10年更新しき、毎日更新しきったら多分僕に勝てる人いないですねブログのセミナーやるじゃないですか僕は10年後にもう明確的にイメージしてるんですけど10年後ねブログの教材作るブログのセミナーする何でもいいんですけどあなたブログで稼ぎたい匿名希望で稼ぎたい 顔出しせず稼ぎたい。続けられましたかと。何か。ブログ続けてますかと。僕は10年毎日書きましたよ。と今も書いてますと。じゃあブログでどうやって稼ぐのか、どうやって続けていくのか、どうやってネタをこう記事にしていくのか、どうやってマネタイズするのか、10年分の経験をあなたに教えます。と1時間にギュッとまとめてね、もう濃厚なセミナー、もしくは2時間にまとめてお話し,します。と来ますかと。 多分来る人いるでしょうね。誰から習うんですかみたいな。<laughs> そう。あなたが10年経験しないことを僕はもうすでに10年経験してますと。その中でどういうふうにやればいいのかっていうのをね、教えますってね。<laughs> もう10年後のマネタイズもしっかりと明確にできてるんですけど。なんでまあ、この、このね、名詞ができれば僕強いと思ってるんで、なぜ,な,ぜならばこの名詞はほとんどの人は持てないと。 でこの名刺を持とうと思ったら10年かかるんで。吉谷さん、その名刺が欲しいです。うん、今から10年ねっていう <laughs>。これつ、強いないですかこれはね、僕ね、この名刺はね、なかなか持てないですよ。だって10年後ですから、持てるのは。うん。だから僕は10年、毎日更新ですね。これを成し遂げると、ひとまず <laughs>。 まあ動画はね、10万本、100万本っていうね。まあこの10万本やっても多分と乗り越える人いないと思うんで、10万本アップロードしたっていう名刺もまあまあいいんじゃないかな。ただ10万本はね、アカウントバンされなければ絶対行くんで、これは絶対ですね。10万本は。間違いないです。100万本に関してはちょっと戦略ありますんで、あれですけど、まあそれをやるかやらないかで100万も行くか行かないかになりますけど。まあ10万本はマストですね。 ブログ10年毎日更新、えー、動画本数10万本アップロード。これ結構か、できる人いなくないですか、久保さん。ブログ10年毎日更新、動画10万本アップロードした。多分、この名刺は持てないね。<laughs> これ言い切りますけど。うんまあ、とりあえずあの、稼ぎたいんだったら、 あの続けるしかないですよやめてしまったらもう道は閉ざされるわけですからうんもちろんその方向転換してね違う形にしていくとかね何だろうな別にそれはそれでいいと思うんですけどただ稼ぐことをやめてしまったらそれは稼げないですよ、うん、稼ぐことを諦めてしまったら稼げないですよ、うん、だって稼ごうと思ったのに諦めるす無理 <laughs> いってらっしゃい